あの女の子も逃げてるかも。あの車の中のやつだったと思うな俺は。はい、さあ手伝って。手伝って。あと一応マックスも死んでないっちゃ死んでないけど。あ、そかそかそか、島にいますもんね。うん、ここにいれば大丈夫だよな。ああ、お約束だ。降ったり止んだり、ついてるかも。どうしてさ。水が苦手なんでしょ。分かってないな。じゃあ、朝まで湖で泳いでたらいいんじゃない。ああ、確かに。凍えて死んじゃう、でしょ。いや、もう、大丈夫だって。半袖でおるぐらいなのに、こいつ。ここにいるのはバレてるから、すぐにやってくるでしょうね。やれやれだ。さあ、見張りやすい場所へ。ほら。普通にじゃあお風呂に入っとったらええんちゃん。お風呂あるかな、ここ。見晴らしい場所やから上に行くのかな。うんうん、あれどこだっけ、なんかタロットカードがあるけど取れなかったみたいな。あ、多分あのテーブルのクマちゃんの前らへんのテーブルだったと思いますけど、まだあるかな。なんかドア開けた時にこの辺クマの方じゃないんじゃない。したら入り口の入り口の方かな。でももうないかもしれませんね、タロットカードは。だってもう最後だっておばあちゃんに言ってたし。一応コレクターに。ないね。その時じゃないとなく。あ、このさ、ここミカエルもありましたよね。閉じ込められたくねえ部屋があるんやけど。はいはい。これ使わんかったな、俺な。あー、便器によったら。この建物内で逃げるときにあったのかもしれませんね。マジあのマッスルボディ秒殺されとったけど。ねえ。強すぎへん人狼。恐ろしい。かっこよかったんやけど。暴走したエヴァンゲリオンってあんな感じや。暴走したエヴァもあえて叩きつけて。はい。食うからな、最終的に。そうなの。あのでかいやつの名前みたいね。あ、うん、ハケットさんの兄弟なんだ。え？あなたたちが無線小屋に行った時に来たでかいやつ、ハケットさんの。なんかちょっとあれやな、ウサギ組っぽかったよな。あ、そうそうそう。うん、これもお約束やけどさ、だいたいなんかその、はい、めっちゃがたいいいさ、うん、兄弟の下の方のやつ、ウサギ組のやつおるよな。カニバルとかもそうやけど。そうですね、ちょっとまあ心優しいタイプが多いですね。はい。なんかあとグーニーズにもそんなやつおった気がする。うわ、本当にギリギリの経営状態だったんだ。あら、うん、クリス・ハケットはキャンプ参加者の保護者たちからロッジを改築する費用の寄付を募っていたようだ。キャンプの参加費では賄えるのでは？集めた金は何に使われているのだろう。まあ確かに、つうかなんでキャンプやめんかったんだろうっていう俺の疑問があるんやけどな。まそれでお金を集めてなんかしてたんじゃないですか。うん、じゃあ違うことしとったらいいのに、わざわざこんな危険な、お互い危険なことをしてまでやる。もっと上行こう。まあでも狼に変身した時にこう誰も周りにいないところが必要だったんじゃないですか、キャンプ場みたいに。まあでもそう、キャンプ場にしなくてもよくない。ああ。あった。あ、まだタロットカードあるんだ。
読み方わからんけど、丈太郎のこと褒めちぎっとったやつや。はぁ、はぁ、全部ボコボコにされたやつや。登れんのかい。あれ、これ行けんのかな。ライト欲しいよな。どこに行くんだろう。こっちじゃなかったってことか。なんかごめんな、おりおりよ。そういえば珍しくさ、はい、ライト的なのが出てこんな、これな。あ、大体ホラーゲームっつったら照らしていってみたいな。なんか外照らしとったやんな、はいはい、でもスマホかなんかで。うん、あ、スマホがライト代わりだからじゃないですか、この子たちは。お前充電しとっただろう、よう考えたら。いつ頃のなんだろう。先祖の肖像画。うん、ハケット家の先祖の肖像画、大きくて威圧感があり、ロッジの煙突柱の上で存在感を放っている。そういえばさ、この辺全部この一族の名前や森とかも広大な土地ってわけやろ。自分の絵を飾ってもナルシストだとか思われなかったくらい。もう閉鎖的になって生活しときゃよかったのに。私も自分の絵を飾ろうかな。あ、でもサマーキャンプはやらなあかんからな。なんで。探す、備える。暮れて明ける夏の日々、傷ついても強くなる。僕らを導きて永遠の仲間、歌おう僕ら、ハケットの子。まだ覚えてなかったの。サマーキャンプの歌かなんかかな。ですね。別に覚えんでもええし、そんな。悔しくないし、覚えてないって言われても。今何匹になってんの、人狼は。確か崩れそうなやつ、あれ。あ、そうそうそう、勝負よ、化け物。あとジェイコブか。僕着せてあげて。ずっとこの格好。なんて夜だよ。でもこいつが悪いんやからな、そもそも。そうですよ、一日もう一泊したいって言うから。一言言いたいだけなんだ。だってエマが。俺が悪かったって。エマがツンデレやったから。くそ、もう一晩と思っただけじゃねえか。なあ、ささやかな望みだろ。おい、男だろ。でもこれは誰にも言わず墓まで持っていこう。あの女の子は知ってますよ、ショットガン持ってた女の子は。死なせよ。これってマックス、それともエマちゃん。あ、やばい、なんでこんな格好なの。噛まれたら一発じゃん。いや、まあ服着てても一発やろ。多少はちょっとゴツめだったら一噛みぐらいは。どうする、見られとんやけど隠れれんのかな。あとパンツの中に車のパーツのやつが。あ、目は良くないんですね。だから光を嫌ってたんでしょうね。でも目悪かったら光関係あるのかな。わかんない。ちょっと過敏になっちゃうんじゃないですか。弱いから。コウモリみたいなもん。
なんてこった、なんてこった。悪かった悪かったって悪かったって言うようんやからもう。あー積んだー、これ積んだやつ。悪かったって言ったのに。どんどん死んでいく。もっとギリギリまで耐えなあかんかった。今の平気やったやろ絶対。何それか、隠れるんじゃなくて逃げなきゃいけなかったの。ん、この人はどの人と。煙突から入ってきた。うん、多分ぶち破りましたね。たわんな。今後ろから来そう。前からでした。待つ、もっと引きつけて。次は外さねえ。でけえ、思ったより。ふん。お、見た？見た？見たけど、まだ死んでないよ。まだ銀が足りんかった？そうだ、早く逃げないと。え、そうなん？そういえばさ、こいつさ、部屋でなんか ごそごそやってなかった、忙しいとかつって。はいはいはい。なんか用意してんじゃねえの。あー、何なのかな。万足だな、攻撃の仕方が。電卓だ。どうする、窓、それともあの読めんやつ、柱の行みたいなやつ。そっち。出ちゃダメだ絶対外に。エルデンリングとかでこう渡るやつね。よし、慎重に慎重に。落ち着いてと。慎重に。これ連打な。たぶん頑張って。くそ、頑張って頑張って来てる。あいつもゆっくりだよ。来てた。あいつ意外と運動神経ねえな。はい、パワーつく強いですけどね。あれ隠れるや、出たらあかん。外には何体かおる今。そこ？一人用だから。あ、やばい、違う違う違う、間違えて話しちゃった、ごめん。これは死んだな。まだやるんすか。これは死にましたね。人狼になって復活してくれ。死んだ後だからダメなんじゃないかな。あ、そっか。はい、人が減っていく。じゃあ今のはな、間違えたんで、あ、止めるのもうちょっと後からでっかと思って一回離しちゃったんだよ。ああ、もうこの操作ミスだよ。こういうのがあるからな。じゃあ今まともな人間、あの手がない男の子だっけ。フックマンやで。フックマンさんだけ。波乱に飛んだ夜だったと思わないかい。思った。決着をつけることはできなかったし、お前さんには失望したけれど、最悪っていうほどじゃないさ。そうやんな。今じゃ絆さえ感じてる。うむ。呪いは解けていないし、満月はまたやってくるけど。うむ。夜はもうじき明ける。大丈夫、お前さんがしてくれたことは忘れないよ。だけどね、このハケット採石場にはもう二度と足を踏み入れるんじゃない。夜明けは近いぜよ。忠告を聞かず余計なことに首を突っ込んだりしたら一生ちゃんと言うこと聞けってことかな。隙間取ってやるからね。
もう二度と来ませんよ。お前さんがどこへ行こうと、ぴったりと背後にくっつき、姿は見せないまま、首筋に息を吹きかけてやる。そんな風に取りつかれるのが嫌なんで、そこまで言うん、死ぬまでここには近づくんじゃないよ。誰にも言わんから。あ、朝になったのかな。よっしゃ、生き延びたぜ。大体死んだけど。大体な、ざっくり言ったら死んだのもおるけど、生きとったのもおるし。じゃあマックスとかは人間に戻ったのかな。はい、満月終わったから。そうやな、だから今回は、マックスとフックマンが、フックくんが、あ、ライアンはかつて尊敬していたキャンプ長である人狼のクリスに殺されてしまった。ローラとトラビスはお互いの手で血まみれの最後を遂げた。ローラとトラビスはお互い一緒ですね。こいつがボビーか。ボビーは人狼となった兄弟に噛み殺された。ジェディ・ダイスは人狼となった息子のクリスに惨殺された。ーローラとコンスタンスは銃を取り合ってもみ合いになり、コンスタンスが顔面を撃たれて死亡した。人狼のニックはクリスと間違えられローラに射殺された。そうだよね、これも俺のミスやわ。人狼の血に呪われたクリス・ハケットの娘ケイリーは人狼となったクリスと間違えられローラに殺された。アビーはパニックに頭を引きちぎられ絶命した、うん、こいつはちょっと余計なことしたからよ。ジェイコブは森の中でクリスと鉢合わせてしまい、人狼から逃げきれなかった。ごめんな、あれもミスやわ俺の。エマは夜を生き延びることができたが、呪いが解けることはなかった。ハケット家の屋敷でクリスはライアンに除名された。クリスは自らの暴挙が、うん、はい。ケイトリンは宿舎でケイレブに追い詰められ殺された。ディランは教室に身を隠した。ディランは生きて朝を迎え、人狼の呪いに感染することもなかった、うん、またも満月を生き残り、ケイレブ・ハケットは人間の姿に戻った。あ、じゃあエマも生きとったんや、よかったよかった。生きてるけど、また28日後に狼になります。でもその時もう一回な、もし倒したら元に戻るし、うん、チャンスはあるからあの子には。朝日が昇ると白狼のサイラスは安全な森に逃げ帰った。彼は再び満月が巡ってくるのを待っている。そうそう、またチャンスあるから1ヶ月後に。なくよく寄せんの。ディランは大丈夫だったんやし。でも人狼に自分もなっちゃうから倒すことはできませんよ。サマーキャンプの惨劇、積み上がる死体。じゃあ、あのポッドキャストで誰かに問いかけたらええんちゃう？なんで積み上げるのさ。配信者なんやから。でしょ？じゃなきゃ。こわ。うわ。ハケット採石場の話は終わったと思ってたよ。あれとは違う。ハケット採石場の話。え、何これ？ポッドキャストのニュースだろ？古いな。なるほど。まずは挨拶。超常現象専門ポッドキャスト。世紀の不思議体験へようこそ。ようこそ。グレイスよ。アントンだ。果たして噂は本当か。何気ない日常に隠れ潜んでいる超常現象を徹底追跡。はい。それ今日やっていくのは何々、ね、旬様だ。はい、ウサタだみたいな。クソダサですけど。だから1980年台風の挨拶で。はあ、そう。ね、帽子に保険はかけてある？アントン、今からあなたの頭をドカンと吹き飛ばしてあげるから。帽子に保険をかけてるかって？そう、大事にしているものにはきちんと保険をかけておかないとね。これをずっと聞きよったんやね、あの子は。はい、帽子か、はい、そう。まあ、言いたいことは分かったよ。とにかくハケット採石場の話を蒸し返したのにはちゃんとした理由があるの。進展があったのよ、少しだけね。でもさ、いくつか、はい、こういうのを流されとっていうのはあの家族は知らんのかな。知っとうけど無視なんかな。好きで、ね、あ、そう言ってくれると思った。警察のところに、なんで笑ってるのさ。このポッドキャストを止めるなんか手紙ありましたよね。この綺麗な歯並びを拝みなさいよ。綺麗な歯だね。ありがとう。私の歯についてはリスナーさんの多くが初耳だったかもね。さて、事件の内幕を知っている人から連絡があったの。今日の配信ではその人から得た絶対ディランだ情報について詳しく伝えるから、どうぞお楽しみにね。そんな人いたんだ。
どこの誰？え？内部告発者って多分な、コードネームつうかペンネームフック君やわ。聞いてないポッドキャストの配信なんかやめろっていううちなり声とか。傾聴に値する意見だ。じゃなくて私が言いたいのはね、とりあえず匿名の情報提供者としましょう。絶対フック君。この件を不思議体験と思ってる人が私以外にもいるってことよ。その人たちからコンタクトがあって荷物が届いたの。まさか開けてないよね。この番組のリスナーなんて信用できないぞ。開けるのが待ち遠しかったわ。じゃじゃーん。どどん。匿名での情報提供？さて、約束したわよね。この番組の配信初日にちゃんとした証拠を見せたらあらゆる可能性を検討するって覚えているでしょ。確かに言ったよ。それにあなた、ちゃんとした証拠を目にする日なんて来るはずないからね。それじゃあ荷物を開けて判定しましょう。送られてきた情報は偽物かそれとも本物か。わかった、よしやろう。リスナーのみんな、この番組を聞いてる既得な奴から届いた荷物を開けるぞ。何やと思う？本人がこれを聞いていたら、中身が何であれおめでとうって言いたいな。録画してたやつテープで。あー、車巻きになって。でもあれ水に濡れてダメになったとか言ってなかった？ちょっと手伝って。テープを切るから鍵かなんか持ってない？やだよ、鍵がベタベタになるだろ。手を使えよ。いいから鍵を貸して。あんと嫌だ。貸しなさいってば。嫌だ、自分のを使えって。鍵なんかかけないくせに。いや、かけるに決まってるだろ。何よ、何か隠してるの？隠すって何よ。早く切ってよ。うっとうしい。幽霊はグダグダやんこれ。閉まりはしないのかい？幽霊はね、ドアを開ける必要ないの。壁を通り抜けられるのよ。そうかい、悪い奴に殺されても知らないぞ。見て、別の遺体が見つかったみたいよ。おい、死体の写真なんか見せるなよ。何が写ってるか先に言ってくれ。わかった、じゃあやり直しで。アントン、死体の写真を見せてもいい？やだよ。何よ、わがままね。オーケー、わかったよ。確かに死体だな。で、全然カットしてないから意味ないやんこれ。不明だったハイキング客の一人よ。覚えてるでしょ。ああ、やっと話が見えてきた。ハイキング客か。そう、名前はエドワード・ベンソン。湖で溺死だって。待った、溺死したのか、させられたのか。それ盛り上げるな。気にするべきだろう。溺死したのなら泳いでて溺れたってことだし、溺死させられたなら誰かが湖に沈めたってことになる。私が言いたかったのはまさにそういうことなのよ。もちろんこの写真だけでは立証できないけれど。当たり前だよ。ちょっと、立証できなかったことなんてある？偽物さ。 OK、 でも間違いない、感じるの。彼は溺死させられたって。それで警察は知ってるのかい？容疑者はハケット一家？まあまあ、どうやら乗ってきたみたいね。ここからがポイントよ。盛り上げるな。新聞ではこの人はまだ行方不明ってことになっているでしょ。でもほら、この通り写真にはっきり写ってる。そうだね、死体となって見つかったわけだ。そう。でもなんで行方不明のままに？それはね、共謀してるからよ。隠蔽工作だわ。全員グルなのよ。全員って、ハケット家全員かい？ハケット家と新聞社の全員よ。最初から私言ってたでしょ、怪しい。わかったわかった、ハイキング客の一方は死亡、もう一人は？アンラドクリフ見つかってない。湖の底に何人沈んでるのやら。さて、どれも憶測だし、もちろんこの溺死した人は気の毒だけど、蒸し返しても無意味じゃないかな。そうかしら。叩けば埃が出るわよ。だって事実を隠してるんだから。都合のいい方に話をねじ曲げるなって。これでも信じないって言うのなら、マッグの件はどう？ハケット採石場で見つかったのよ。おいおい、マジかい？まあね、噂だけど。なんだまたそれか。誰が送ってきたんですかね。話によれば、はいはい、推測だけど。フック君じゃないの？噂でも推測でもいいけど、決定的な証拠じゃないだろ。持ち主不明じゃさ。それはそうなの。諦めてないんじゃない、フック君。この2つのバッグはどちらも行方不明になっている。ずっと張り付いてんじゃない、あそこに。つまり動かぬ証拠っていうこと。やれやれ、本当に。少しは疑うことを覚えなよ。あと匿名で出しとうから違うと思うけど、いい状況証拠だね。エマもだって一応生きとうよな。素直で柔軟な発想力を持っていると言ってほしいものね。あいつこういう SNS とかを操作するの好きやと思うし。確かに遺体の写真とやらだって眉唾ものだね。これだけ頑固な人も珍しいわ。失礼な。事実でしょ。ハケット家についてもう少し
話した方が良さそうね。確か代々続く地主なんだよね。うん、そう。最初にあの土地に住み着いたのは罠漁師をしていたおじいさんのおじいさんのおじいさん。勝手に住み着いたの？そうよ。旗を立てて自分の土地だって宣言したの。なかなかいい根性してるね。でね、その人の代の時にケーガンを見つけたんですって。ケーガン？期待通りの質問ね。俺もしようとしたその質問。豆知識よ。ニューヨークの建物は一つ残らずケーガンが使われているの。全部ってことはないだろう。いいのよ、こういうのはざっくりで。雑だな。それはさておき、ハケット家はケーガンの採掘で大成功を収めたけど、セプティマス・ハケットの代にいかにも悪そうな名前よね。罠漁師の7番目の息子よ。ちなみに7には神秘的な力があるんだけど。いいから。採石場は閉鎖。土地だけが生きる糧になったわけだ。そうだけど、その土地っていうのがね、とにかく広大なの。深い森に覆われていて、誰も立ち入ったことのない場所もたくさんある。なるほど。何かを隠すには最適だね。とりわけ人に言えない秘密を抱えている風変わりな一族にとっては。でね、ここから話は超常現象の領域に入っていくわけ。いいよ。この土地はね、全て呪われているの。またそれか。これアウトロかな。そうですね。いやー、これはい、もう終わっちゃったんだよね。はい、ってことでね、まあ一瞬なんでこんなもんですよ。まあ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 、不思議体験をいつも。まだあった。アントン、あなたに読んでもらいたいものが。これシャープ2かな。はい、シャープ2。これを読めばいいの？そう。よし、来た。これってケイリー・ハケットが彼女の祖母に宛てて書いた手紙のコピー。あれ、これあの男の子が拾ったやつやんな。なるほど。君の仕事のような気もするけど、読んでみるとしようか。そうなんだけど、あなたが証拠を読み上げる方がインパクトが大きいと思って。よし、じゃあ読むぞ。おばあちゃん、いつまでこんなことを続けるつもり？家族が一番大事なのはわかるけれど、私はこの家とキャンプ場を出て森の外の世界を知りたい。もちろん現状を考えればそんなことはできないと承知しているけれど、何が起きているのか公表するべきではないかしら。大変な状況だと世間に知ってもらうの。いや、この子が送ってたんかな、もしかして。ということは分かっているの。でもおばあちゃんだっていつまでもいるわけじゃない。今の私たちはまるで暗い穴に閉じ込められている。よく眠れない。ああいう証拠品みたいなのを集めていったやつを全部これ読み上げてくれてんのかな、最後。だったのかしら、あんなことをしてしまうなんて。元気で。だから全部取ってたら全部ガーッと言ってくれてるのかな。僕ない。あの火事の夢を見るってくだり、見てはいけない何かを見てしまった人を苦しめる悪夢の条件。拾った証拠でこういうことかっつうのが最後にわかるみたいな。そんな感じはするね。何か恐ろしい体験をしたのよ。これ本物？まあ、こんなのを偽装する人がいるとは思えないけど、今回も証明はできない。だけど疑念はちょっと脇に置いておいてほしいの。かわいそうにね。うん、過去に何かあってそれを気に病んでいる。それが何か掘り下げないと。わかった、疑念は脇に置くとするよ、ひとまずね。じゃ、次の手紙も読んでくれるわよね。いいけどさ。おいおい、停止通告書じゃないか。しかも私たちあって。ちょっと、なんで黙ってたのさ。だって、郵送されてないんだもの。マジかよ。警察署で見つけたやつですよね。トラビス・ハケットの署名だ。さっき言ってたやつやんな。違法なことは何もしてないわ。そう。ふざけないで。厳密には僕たち宛てじゃない。隠し事をしている人たちからの停止通告書。あの一家に目をつけられるのは嫌だな。じゃあ、ハケット家の話はひとまず脇に置いて、別の証拠を見せてあげる。雑やな、ハケット家に対して。せいぜい怖がらせてよ。ま、期待はしていないけどさ。逃げないでね。どんと来い。手を握っててほしい？いい。背中を叩いて励ますのも、いらない？いいから。早く見せなって。怖くないように明かりを全部つけて。何もしなくてさっさと証拠を見せてくれ。
で、これは何の写真？キャンプリーダーが撮影したものよ。エママウンテバンクのスマホからダウンロードしたの。まさかこれ本物？まあそれを今から検証するわけ。偽物っぽいな。加工したんだろう。まあ私のスマホ写真だったら全部加工されてるって言えるかもね。目を大きくしたり顔色を良くしたりするフィルターがあるから。でもこれはそういうのじゃないと思う。撮ったもんな、一枚な。偽物だって、うん、マックスでしたかね、あれ多分。なんともそう、ちゃんと仕事したもんな。だけど、はい、事実よ。何があったんだ。聞いてた以上のことよ。だね。他のも見て。どれ。ネガポジを反転させるとすごいんだから。うわっ、おい、これなんだい。幽霊よ、ハケット採石場の老婆ね、本物よ。やだ。いや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 、見間違いだよ。何と。きちんと説明して。知らないよ。脳が人の顔だと認識してそう見えてるんだ。思い込みの一種さ。トーストの焦げ目がキリストの顔に見えるとかよくあるじゃないか。そうな。これもそういうやつだよ。あなたの朝ごはんの話なんて聞いてない。この後に及んでまだ疑うの。でも会議主義が揺らいでるようね。自信がなくなってきたんでしょう。ハケット家の人死んだって公表されてないのかな。写真がなければ信じない。この写真が何よりの証拠よ。いや、写真は捏造できる、体験は捏造できない。だからこの目でハケット採石場の老婆を見るまで信じないね。でも死んでない人もおるやんな。よかったら一緒にノースキルに行って。ああ、そっかそっかそっか、ハケットさんは死んでないのか、キャンプ場の。そう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 。これなんだろう。ああ、そっかそっか。捏造不可能なものもあるの。爪痕くらいなら僕でも再現できる。適当な壁を用意してくれればフォークでさっとね。あら、器用なのね。どうも。まあこれは超常現象と言えないわね。野生動物やペットのオウムの仕業かもしれないし。でも検証しないのは不公平でしょ。なんで。そりゃリスナーが長めの番組を求めるようになってきてるからよ。美味しいネタがあるなら引っ張らないと。なるほど、話題にこと書いてるしね。ま、送ってくれた人は価値ありと思ったのね。全部いたずらだって可能性は。ただのいたずらだよ、アントン。それ誰の真似？子供にからかわれてるだけかもしれないじゃないか。この番組のアンチの仕業って線もありえるね。後者の可能性はまずないでしょうけど、子供にからかわれた経験なら今までたくさんあるわよ。お次はこれ。さあどう？これはさすがに驚くでしょう。なんだろう。うわ、それ皮かい？皮膚、毛皮。呼び方はどうでもいいのよ。拾ったやつですかね。それはどうかしら。だとしたらひどい出来。そのこれって聞いたところによると、この事件を引き起こした正体不明の生き物の皮膚だそうよ。本物があるってことかい。捕獲したの。つまりそのなんだかわからないけど、それを見られるってこと。触ってみたい。そりゃそうさ。ああ、これを送ってくれた人は証拠品を盗み出すのはまずいと考えるだけの良識は持ち合わせていたのね。それにアントン、あなたがこの証拠を偽物じゃないかと疑い、この正当な調査を妨害するために証拠隠滅を図る可能性も考慮したんでしょう。なるほど、いつものお約束か。都合よく本物は見られないってわけだ。まったく、意地でも信じないつもりね。家庭に家庭を重ねるな、オッカムのカミソリってやつだよ。証拠をよく見て、総合的かつ客観的に。まあなんていうか不思議だ、それは認めるよ。やった。奇妙って言っただけだ、勘違いするなよ。ついにやったわ。やってない、不思議って言ったんだ。やった、認めた。こっち側に引きずり込んだわよ。信じる気になったんでしょ。そういう意味じゃないってのに。私の勝ちよ。勝ってないっていうか、私が正しいってことを証明したわよ。こういうのを茶番って言うんかな。感想を言っただけだから。報道じゃ詳細がわからないけど、この件がその何か不可解なことが起きたって考えるのはやぶさかじゃないさ。不可解か、うまくごまかしたわね。でどう思うの。うるさいな。ほら、言っちゃえばいいじゃない。僕は何も言わないぞ。もう認めたも同然でしょ。ずっと聞きたかった高さんの一言を聞かせてよ。わかった、番組名はダサいと思うけど
認める。史上初だ。この事件は世紀の不思議体験だよ。人生最高の日だわ。なんか悔しいな。なんで負けたから。違う。でどうするの。これを警察に送ろう。証拠になるか判断してもらうんだ。でももっといろいろ知りたかったわ。水晶玉を覗いて一体何があったのか一部始終を見れたらよかったのに。それじゃつまらないさ。推測することはできる。でも僕たちが体験したわけじゃない。現場で何があったのか真実は永遠に謎だ。何？どうしたの？急にカッコつけて。いつもこうだろ。とてもいい締めくくりね。そりゃどうも。まさに理想的。こういう番組にしたくて頑張ってきた苦労がようやく報われたわ。この番組で合理的な結論に達したのは初めてだ。え、アウトロなし系。これやっぱ取った証拠品で変わるんかな。変わるっつうか、見つけたものっぽかったですね今のやつ。そうやな。うん、面白い感じやなこのエンディングっていうか。うん、そっかってことでね、1周目終わったんですけどって始まらんだろうなもう一回。これねまだマルチプレイ来てないから一回マルチが来たらそれはそれでね、はい、やってみようと思うのと、うん、まあちょっと初めにねその186パターン全部出してやるってウサが言ってたから、はい、ねそのお手伝いをするためにまあちょっとね、まあ、全部とはいかないかもしれないけど、はい、何パターンかねちょっと面白かったり絵になりそうなやつはねちょっとまとめてちょっとおいおい出していこうと思いますね、はい、ってことで、はい、ってことで以上、1周目、ゲーム名なんだったこれクワリーか。クワリーです。クワリーで、はい、1本目のね、動画で、ちょっと指摘しておいたんですけど、真夏じゃなくて、悪夢のサマーキャンプでしたね。はい。はい、ってことで、お疲れ様でした。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ？まだチャンネル登録してない人いるのかな？まだの人は、ポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録すると、いいことあるかもね。